では次にパソコンのスペックについて書いてみたいと思います。パソコンのスペックについてなんですけども、今使ってんのはインテルコア、どうせなんでカタカナにしちゃいしたいと思うんですが、インテルコア、インテルコア i5 の5、まあ5ですね、50プロセッサーと、なのですが、これでパフォーマンスが足んないというメッセージが出てきましたね。これはなんでだろうと思いました。ただ考えられる理由としては、 OS が版を使っているのです。OS が Windows 7の 64bit という、この 64bit というのがどうもメインメモリーがもうちょっとないと不安というか、スペック不足になってしまうのかなと思いました。というのも、あとは懸念材料なんですが、なのです、どうせゲームはやらないから、それにこのインテルコア5プロセッサー、5650プロセッサーは、グラフィック機能がついているというので、まあいいかなと思って買わなかったんですが、結局はこのメインメモリーの DDR3 の 4GB からグラフィックボード、グラフィックのメモリーを取ってしまうので、実際は 4GB ないのです。だから前見たときは 1.5GB ぐらいグラフィックの方に回ってしまったので、実質は 2.5GB というメインメモリーを使っているという感じになってしまっていますね。これだったらちょっとまずいかなと思いました。買ったところはマウスコンピューターというところなんですけども、今だったら 59,850円ぐらいで売ってる機種なんですけども、という感じですね。どうなんだろうかなっていうのは、そのまあ別に最新のプロセッサー、まあ DR コアを使ってますし、一応 HT 機能がついているので、擬似的には4コア見せているのです。このインテルコア5、コア i5650 プロセッサーは DR コア、まあ CPU が2つあるんですけども、 HT なんとかテクノロジーというのを使って擬似的に4つ見せているのです。実際3トリプルコアくらいの性能あるのではないかと思うんですけども、なんでそのエアロっていうんでしょうか、 Windows Vista についていたあのウィンドウが45度ぐらいになってて、次から次へ出てくるというふうにしてしまうと、このパソコンだとスペック不足になってしまうのかというのはちょっとまだよくわからないですね。スペック不足になるというのは考えられないと思うんですけども、で、このパソコンを買った時に失敗したのがなのです。グラフィックボードも例えば GeForce の250だったかな、なんとかなんとか G250 というやつも使えないみたいですし、9800シリーズ、 GeForce の9800以下、それよりもっと前のやつじゃないと電源が足らなくなるのではないかなという説明を受けたんですが、電源だけは取り付けるのがなんかめんどくさそうなので、もっと容量が多いやつを選べばよかったなと思いました。グラフィックボードもなんかつけづらいですし、
あとはハードディスクは 500GB です。ハード 500GB です。グラフィックボードをつけるか、それとメインメモリを増やすかという感じですかね。せっかく 64bit なので 4GB の壁がないから 8GB ぐらいにしようかなとは思っているんですけども、今 4GB を増設すると、自分が知っている範囲ですと、だいたい1万2000円ぐらいするのです。前はもっとメモリーが安かったみたいなんですけども、ただ DDR2 という、2というか2というやつが随分値段が安かったみたいなんですが、ただここに来てメモリーの価格も上がっているので、どうしたもんかなと思っています。